皆さんこんにちは、助産師のしおりーぬです。ということで、無事に出産を終えまして、赤ちゃんが生まれてから今5時間ほど経ちました。夕方の6時半になろうとしています。この動画からは私の産後入院の日々をちょっと記録してみようかなというふうに思っているので、ご興味ある方はぜひご覧いただけたらと思っております。ちょっとお産で言い過ぎて声がカスカスでございますけれども、どうかご容赦ください。でお産の時はちょっと出血が多かったこともあって、羊水込みでね1200ぐらい出血したみたいで、その後は点滴をしたり子宮の収縮のお薬を打ったりして様子を見て、お部屋に戻ってくる時はちょっと貧血っぽくなっちゃったりしたので車椅子で帰ってきました。お部屋帰ってきてしばらく休んだら、今はだいぶ調子が落ち着いて座ったりトイレ行ったりしても大丈夫になってます。お産直後はちょっと助産師さんに赤ちゃん預かってもらってたんですけど、少し前にお部屋にやってきてくれまして、少し前に授乳をして、今は割と穏やかにスヤスヤしてくれております。で、今楽しみにしていた夕ご飯が来ました。今日の夕飯はこんな感じになっております。ということで、これからがっつりと夜ご飯をいただいて、まあ、あとちょっと体が元気なうちは今日は赤ちゃんと一緒に夜まで同室して、夜中ちょっとしんどいなーってなったら預かってもらって、今日はしっかり寝ようかなというふうに思っております。おはようございます。産後1日目の朝です。昨日は夜間赤ちゃんを預かってもらってで、がっつり寝るぜと思ったんですけど、なんか5、6時間寝たら目が覚めてしまって、そこからベッドでゴロゴロと過ごしていました。何なんでしょうね、よく産後ハイとかね言葉を聞いたことはありますけど、なんかホルモンの高ぶりを感じております。昨日はちょっと貧血っぽかったんですけど、今日はだいぶ調子がよくって、まあ、こう体全体筋肉痛はすごいんですけど、ゆっくりゆっくりだったらお部屋の中も歩けるし、ちょっとずつ回復してるなっていう感じです。お産の時はおしものね傷、こう膣口のあたりにちょっとだけ傷ができて、そこを縫ってもらってるんですけど、お傷はすごいちっちゃく済んだみたいで、それは良かったんですが、なんとなくじわじわと痛みがあるような感じはして、トイレに行くたびにビビってます。で、昨日出血が多かったので、今日の朝も採血の検査をして、まあ、その結果次第で鉄剤を飲むか飲まないか考えましょうっていう風に助産師さんが言ってましたね。赤ちゃんは今まだ新生児室にいて、もし泣いてたら連れてきてくださいって言ってたんですけど、まだすやすや寝てるみたいなので、次に起きて授乳のタイミングになったら連れてきてもらおうかなと思ってて、私はこれから朝ごはんをいただいていきたいと思います。こちらが今日の朝ごはんです。本当にご飯が美味しそうで、なんて幸せなんだろうと思っております。ではご飯をゆっくり食べて、赤ちゃんが起きたら母児同室していきたいと思います。はい、産後1日目お昼ご飯の時間になりました。午前中からね母児同室を再開してるんですけど、朝の10時くらいにねビタミン K2 シロップっていうのを助産師さんに飲ませてもらって、でその後からこう若干ねおえおえ気持ち悪そうな素振りを見せていて、授乳のやる気がねあんまり出てきてないみたいで、ずっとここですやすや寝ていらっしゃいます。吐き戻しちゃうわけじゃないんだけどね、なんかちょっとこうおえっとえずくような感じで、結構生まれてすぐの赤ちゃんってねそうやって羊水戻したりとかちょっと気持ち悪くなったりとかすることあるかなって思うんですけど、そういう様子がちびり犬さんも見られているので、午前中は授乳もちょっとトライしたんだけど結局吸えず、ずっとここで休まれています。私自身はね妊娠中から結構マッサージを頑張っていたおかげか、初乳の分泌は非常によくって、胸も程よく張ってきてるなっていう感じではあるので、吸ってほしいんですけどね、こればっかりは赤ちゃんのコンディションがついてこないとなんともという感じなので、ご飯食べたらねまた起こしてやってみようかなというふうに思ってるところです。今日のお昼ご飯はなんか美味しそうな鶏ときんぴらが乗った丼っていう感じですね。またもりもり食べて元気をつけていきたいと思います。初うんちが無事に寝て、ちょっと気持ち悪さも楽になったのか起きてきたので、授乳にチャレンジしていこうと思います。
食べますか。頑張り。あ、いいね。今のでよかったよ。なんだそこ。そう。そうです。頑張り。どういう表情それ。そうそう、捨てた方がいいね。体重軽くなっちゃうよ、明日。寝るの？困ったわ。全然吸ってないのに、なんでこんなに満足そうなんだろう。と、こんな感じで赤ちゃんは生まれた瞬間からおっぱいが吸えるわけではなく、一生懸命一緒に練習をして、なんとか飲めるようになっていくものなのでございます。ちょっと引き続き頑張って起こしながら一緒に練習していこうと思います。起きてくれ、飲んでくれ。どこを見つめてるんだ君は。はい、お産後1日目の夕飯です。今日の午後はお産してから初のシャワーにチャレンジしてきました。もうね、お傷がやっぱりちょっと痛くって、傷はすごく小さく済んで、縫ったのも本当に一針とかちょびっとらしいんですけど、どうしてもね、お産の後ってむくんだりするから、それでずっとこうヒリヒリピリピリした感じがあって、トイレ行くのも結構恐る恐るって感じなんですけど、シャワーも、まあ、案の定いてててとなりながらではあったんですが、まあ、なんとか無事入ることはできました。明日以降にね、もうちょっとむくみが引いてくれたら痛みも軽くなるんじゃないかなという淡い期待を持っております。シャワー出た後も何回か授乳にチャレンジして、ついさっき夕飯食べる前にね、結構しっかりと飲んでくれて、今は眠ってます。やっぱり赤ちゃんの吸う力ってめちゃくちゃ強いので、自分でマッサージしてた時と比じゃないぐらいのね、いててっていう感じと、まあ、やっぱり多少は胸もヒリヒリしてきたかなっていう感じはあって、このピュアレーンをね、早速塗りたくっております。まあ、でも赤くなったり切れたりっていうことは全然してないので、その辺はね、マッサージの効果があったんじゃないかなと思うし、あとね、赤ちゃんがすごい上手に吸い付くんですよね。多分赤ちゃんが上手なのもあるし、マッサージして乳頭乳輪のあたりを柔らかくしておけたっていうのは結構意味があったことなんじゃないかなと思って、頑張っとくの大事だなっていうのを改めて実感しております。ということで、1日目の夕飯はね、こんな感じです。本当にここの病院、ご飯が美味しくてね、量もすごいボリューミーなので、この個室のほとんど動く必要のない環境でこんなにいっぱいご飯を食べて、私はすごく肥えてしまうのではないかと心配をしているんですが、まあ、美味しいのでしっかり食べて回復に努めていきたいと思います。昨日の夜は0時前ぐらいから赤ちゃん預かってもらって、今日の朝5時過ぎぐらいまで私は寝かせてもらいました。なんか赤ちゃんは預かってもらってる間全然寝なかったらしくって、ミルクをね 10cc ずつぐらいずっとちょこ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 もらいながら助産師さんにあやしてもらってたみたいです。で、5時過ぎからまた同室を開始して、今はお部屋で一緒にいます。寝てますね。なんかお部屋に来たら落ち着いたみたいです。私は朝起きたらね、今日からむくみがすごくって、なんか手足もパンパンだし顔もパンパンだし、産後2日目ぐらいがね、お産後のむくみピークですよなんてよく言いますけど、こんなにパンパンになるかってぐらいあっちこっちむくんでるので、ちょっと今日はお水をしっかりとってしっかり出してしていかないとなって思ってます。体はすごい疲れてるし眠いなって思うんですけど、なんかやっぱり 5,6 時間で目が覚めちゃってね、俗に言う産後肺みたいなものはこういうことなんでしょうかと思ったりしております。あ、なんかね、頭も妙に働いてる感じがするんだけど、ここで無理するとね、いけないなと思うので、ちょっと意識的に時間を見つけてちょこちょこ休んでいきたいなと思います。もうちょっとしたら朝ごはんが来るので楽しみです。
2日目の朝ごはんです。美味しそう。はい、朝ごはんもいただきまして、赤ちゃんが起きてきたので、また授乳にトライしていこうかなと思います。うんちもおしっこもいっぱい出ました。はい、みんなおはようって。はい、じゃあ行ってみよう。飲めるかな。はい、大きい口いてー。横抱きの方がいいかね。変えてみようか。うん、難しいの。頑張ってほら。舐めてきた。舐めてきたね。それが自分の手だ。はい、こっち。はいはいはい。はいはい。やるよ。舐めてるよ。こう一回ね、うまいところにガッと。はまるとよく飲めるんだけど、このフィットする前が難しいんだね。うん、飲めてる飲めてる。母乳の分泌もだいぶ増えてきまして、胸全体も張ってるっていうか、だいぶこう熱くなってきて、明日ぐらいには結構パンパンになるんじゃないかなっていう雰囲気になってきましたね。あと何より乳頭、おっぱいの先が痛すぎて、座れるたびにいーってなってますけど、保湿しまくって頑張ってます。はい、2日目のお昼の時間になりまして、ついさっき昼前にもね、また授乳を1回して30分ぐらいぐいぐい飲み続けて、今ようやくね寝ました。すやすやと寝てくれております。この鳴き声はご近所の子です。ということで、今の隙にゆっくりお昼ご飯をいただきたいと思います。2日目のお昼はこんな感じです。今日はお魚デーですね。お昼ご飯食べ終わったらシャワーチャンスかなというふうに思っております。産後2日目になったけど、まだちょっと傷が痛いのでね、シャワー入るの勇気がいるんですけど、綺麗にしとかないと治るのも遅くなっちゃうので、頑張って入っていきます。授乳が終わって満足そうです。母はおっぱいの先がだいぶ痛くなってきて、一回一回の授乳にヒーヒー言うておりますが、知ったこっちゃないぜという感じですね。でも飲むのはとっても上手なので助かってます。満足げだね。はい、2日目の夕飯の時間になりました。今日はね、日中特に何も用事がなかったので、っていうか、本当は2日目と3日目で赤ちゃんのお風呂、沐浴のやり方を指導してもらったり、自分でやらせてもらったりすることができる日だったんですけど、私は仕事でね、いっぱいやったことがあるから、もし必要なかったらやんなくてもいいですよというふうに言ってくれて、その沐浴の指導と実習みたいなのはなしにしてもらったので、今日と明日はね、特に用事がなくって、まったりと過ごさせていただいております。今ちょうど赤ちゃんは耳の聞こえの検査をしに行くっていうことで、スタッフの方に連れて行ってもらったので、この間にゆっくりと夕飯を食べていこうというところです。今日の夕飯はこんな感じ。美味しそうですね。で、今日の夜は結構ね、母乳の分泌が増えてきてる感じがあって、まだそんなガチガチ張ってるってわけじゃないんだけど、今日の夜あんまりがっつり預けて、授乳の間隔を時間開きすぎちゃうと胸が張るのが心配だねというふうに助産師さんからのお話もあって、確かになって感じなので、今日の夜はちょっと授乳の時だけ連れてきてもらって、それ以外の時は預かってもらって、自分もちょっと休むみたいなやり方でできたらいいかなというふうに今のところは考えてます。でも昨日の夜中マジで赤ちゃん一睡もしなかったらしいので、今日の夜もそんな感じだったらどうしようとちょっと恐れておりますが、まあ、頑張れるところまで頑張りましょうという気持ちです。2日目の夜10時ぐらいです。授乳を頑張ってたら乳頭に水ぶくれができて激痛になりました。胸の先に剣山を刺されているようです。バイオを塗って保湿しながら
なんとかごまかしごまかしやっています。ティビリーヌさんはコットに置くと泣くので、ここに抱えておくことにしました。今日の夜はどうしても眠い時は預けたりしながら、授乳もちょっと頑張ってやっていこうと思います。